どうしても早稲田行きたいんですみたいになった時に合格率が高い秘密の一つでもあるんですけど、まあ、4つのことを大事にしてほしいです。次に勉強時間なんですよ。はい、始まりました。ムチチャンネル。さあ今回ですけど、平田津也。どうも、早稲田合格塾代表の平です。はい、今回平さん受験のねメンバーの中で2人が私立組なんで、なんでまあ早稲田目指す者としてちょっとアドバイスをお願いしたくてマジですか？複数形じゃなくていいんだ。はい、はい、アドバイスはだって深さあ、そうそうそうそ う, そうあ、動詞になるとアドバイスだっけ。そうです。この人英語の免許持ってるんですよ先生の。いや、もういろいろ忘れたこともあって細かいのは。さて、2人はまあ早稲田も目指すということなので、後ろにちょっとうばくれみたいな感じなんですけどもはい、彼女は理系なんで、和子に関しては数学もともとやってて、ああそうなんですね。それで世界史にしようかどうしようかっていう状況なんで、ちょっと2人どういう状況か聞き取りして、うん、早稲田のアドバイスをして、はい、数学で悩んでるのは和子だけ。そう、はい、あ、そうなんですね。じゃあまずもう早速結論から世界史にしましょう。はい、まず早稲田入試において時に選択科目で数学にするか、それとも選択科目を他の社会科にするかで、まあ、悩んでる方って割と、まあ、特に現役生とかあるいは受験初心者の方っていらっしゃるんですけど、早稲田レベルの入試になってくると、っていうか数学で勝負する人のマインドってどういうマインドで数学を選択するかっていうと、そもそも数学が得意なんですよ。で、数学が好きなんですよ。だから社会を選ぶ理由がないんですよ。ってなった時に、これから数学にしよっかな、世界史にしよっかなっていう風に悩んでる時点でもうアドバンテージを相手にもらわれてる、まあ、非常にこう差をつけられてる側になっちゃうね。もう一個言いたいのは、世界史とか社会科と、まあ、数学の大きな違いとして、なんとなくこうイメージ湧くかもしれないけど、数学って大問でせいぜい3つか4つで、まあ、小問全部合わせると10個ぐらいなんですよね。で、10個ぐらいの問題で何十点とかになるわけですよ。カッコ1番が解けたらそれがヒントになって、カッコ2番に繋がったり、カッコ1カッコ2が解けたらヒントになってカッコ3に繋がったりみたいな感じになるんで、いわば変な話、カッコ1番でうまくいかないと大問1個丸ごと吹っ飛ばされるみたいな、結構やっぱハイリスクハイリターンな科目ではあるんですよね。一方で世界史の場合だと、例えばまあ問題の数が40個50個とかあって、例えば60点満点だったりとかっていう風にある程度刻めるんで、まあ安全なパイを詰めるっていうところもあって、得意不得意のもう段階で、得意な人じゃないと数学選んじゃダメっていうこと、これがまず第一点であるということ、特に難関大においては。で、第二に弱者の戦略として、こうハイリスク入りたんじゃなくて、こう刻んでいった方が、まあ世界史がもちろんね好きじゃないとダメですよ。だけど、まあ好きこそものの上手な例でもあるように、ある程度安全にやることやっていけば、まあ丁寧に上がっていく科目ではあるので、まあその意味においても、まあ数学か世界史かで言ったらもう家族は世界史かなっていう判断ですね。それは小学部とか関係なしに、ああもうどの学部でも、うん、もう数学かどうしようかって悩んでる時点でもう数学はなしですね。一応文化構想ですか、はい、ああじゃあ世界史でいいじゃないですか。テオリーとディフィニション。もう一人お名前なんて言うんですか。横山先生。横山先生じゃない次に横山くん、ちょっと話を聞きたいんですけど、横山くんは何か悩んでることとかあるんですか。え、学部は入れればどこでもいい。入れればどこでもいい。そうです。それ素晴らしい考えですね。人科一個ね。じゃあちなみに和子はどこ受けるんですか。文化構想って言ったじゃん。文化構想だけ。哲学とか、うん、文芸系のことを授業を受けれたらいいな。ああ、だったらまあ文学部、文化構想学部ラインは受けるっていう感じか。で、あとは他にはもうあんまり興味ない感じですか。青学の総合文化政策、うん、はい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 。まあどっちかっていうと、じゃあ早稲田ラインでちょっともう少し履けたいなっていうよりは、哲学とかそっちに行きたいっていうことであれば、まあ他大学をっていうような考え方ね。で、横山くんは一方でもう早稲田フリークというか、早稲田行きたいぜみたいな感じです。あ、僕ら受けようと思って。ああ、素晴らしいですね。素晴らしいですね。素晴らしい。いや、マジでね、これはバカにできない話で、視聴者の皆さんにも言っておくと、どうしても早稲田行きたいんですみたいになった時に、じゃあどれくらい受けるかっていうのがあるわけですよ。結局我々プロが面倒を見ていくと、それなりに成果って上がっていくんですよね。必ず合格はお約束できないけど、力が上がっていくことだけはお約束できますっていう中で、じゃあ最後それなりに勝負できるようになってきましたと想定してきた時に、何が合否を分けるかってなると、これまあうちの早稲田合格塾の合格率が高い秘密の一つでもあるんですけど、結局最後数の力になってくるんですよ。どんだけ力がある人でも、やっぱりね、一発勝負や二発勝負ってなってくると、やっちゃうときはやっちゃうんですよね。だけどそれが3つ4つとかに多くなればなるほど、当然力があればどっかね1個2個引っかかったりもするんですよ、ということもあるんで、まあ最後はやっぱり数の力っていうのは、これも正義なので、確率論というかの話で取り合わせてみても正解なんで、もう素晴らしい受け方だと思います。これは 100% 完全に正しい
しいと言えます。なので戦略としてはそれでいいんじゃないかなと思うんですよね。2人成績は今どれくらいなんですか？共通テストのやつ。リスニングだけこんないんですね、数は。めっちゃ聞こえました。あんま勉強してないんで取れたっす。共通テストの成績、まあ以前ね森田先生との動画でもあったと思うんですけれども、成績で言うとまあやっぱり正直よろしくはないですよ。だからまあこっからの逆転合格っていう話になっていくと思うんですが、2人に僕がこう話をしておきたいこととしては、勉強がこれから基礎力を叩き上げていくぞっていう段階になった時に、特に今の現代受験生の特徴なんだけど、やっぱり情報をいろいろ探すんですよ。いい参考書は何かな、いい勉強法は何かなって、いろんなやつがいろんなことを言ってるんですよね。で、何が正しいのか分からなくなってで、結局そのやりながらやりながらやってるうちもまたいろんなものを調べちゃって、結局自分がこう何をやってるのか、何が正しいのかだんだん分かんなくなってくるんですよね。そこで大事なことは、まず思考を単純化することっていうのが大事なんですよ。何を信じるかを決めるっていうことなんですよね。誰の言葉も信じよう、参考にしようとすると、逆に誰のことも参考にできなくなったり、誰のことも信じれなくなったりするんですよ。だから何を信じるかって、誰の言う通りにやっていくかっていうのはまず決めた方がいいということね。これまず第一点で。じゃあこっからなんですけど、まあ君ら多分今の時代であればいろんないい参考書とかいい勉強法とかっていうのを探すと思うんですよ。でまあもちろん僕に聞いてくれたら僕も指示を出すんですけど、ここで言いたいのが、どんだけいい勉強法とかいい参考書があっても、これも去年もねちょっと話してるんですけど、結局いい君らのコンディションがないと入っていかないんですよ。いいコンディションって何かっていうと、これは精神と体の健康です。よくねこう勉強のやり方とか内容みたいな、そういうソフトの部分にはこだわる人いるんだけど、肝心の君ら自身というハードスペックの部分に対してこだわらない、コンディションをこだわらない人が多いから、だから受験勉強をやりながら鬱になっちゃったりする人とかいたりするんですよ。モチベーションがとか言ったりする人もいるし、そういうことにならないためには適度にやっぱり自分自身っていうものを育んで調整して、その中で勉強していかないといけないから、だから受験勉強なんだけど、勉強する中でも、まあ、4つのことを大事にしてほしいです。第一に、運動不足と睡眠不足は勉強の大敵。運動習慣はやっぱり週 2,3 回ぐらいはそこそこまあ息が上がる程度の運動習慣はあった方がいいです。もう現代の脳科学において運動機能と脳機能の相関性っていうのはもう常識になってきてるんで、先生どうやったら私思考力伸びますかね、どうやったら暗記とかもっとうまくできるようになりますかね、極論すると歩けみたいな話になっちゃうんですよね。そうすることで脳が活性化して、で君らのハードスペックが上がるんで。第二にやっぱり睡眠時間は7時間ぐらいは取ってください。これももう証明されてて、だいたい平均7時間でプラマイ30分ぐらいと言われてます。適切な睡眠時間があんまりねこう多く寝すぎると、逆に今度体力使って体がシャキッとしてこないので、もうちょっと寝たいなぐらいで起きるのがちょうどよくて、もうちょっと寝るんだったら、まあ、夕方ぐらいに昼寝を1回1時間ぐらい挟む方がまだいいので、この運動不足と睡眠不足にならないっていうこと、体の健康、そして体の健康が精神の健康にもなってくるから、まずこれ第一点、これすごく大事なことです。受験は生活からですからね。所詮勉強って生活の一部だから、生活がちゃんとしてないと中身の勉強もついてこないんですよ。でも逆に言えば、形である生活がちゃんとしてれば、ある程度中身の勉強はついてきます。で、第2に、笑いのある暮らしをしてください。この笑いのある暮らしってのは何かっていうと、受験生ってすごく暗いイメージがあると思うんだけど、あんまり暗くならないようにしたいんですよ。笑いってのは何かっていうと、水曜日のダウンタウン見てさ、ケラ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 笑ったりとかさ、あるでしょ。あれ結構大事なんですよ。お笑いが好きでケラケラ笑うとか、あるいはなんかこう友達や親とかさ、誰でもいいけど、おしゃべりして楽しくてケラケラ笑うみたいな、こういう笑顔ってすごく大事なんですよね。あとはまあ、そういうね、面白くて笑うとかだけじゃなくって、ね、指導者だったり、ね、あるいは友達だったり、コミュニケーションがあってこう明るい生活環境の中にあるとか、あるいは君らもまあね、もう20年ぐらい生きてきたからさ、自分がテンションが上がるものの一つや二つあるでしょ。そういったものをある程度ね、日常の自分の中にこう盛り込んでください。そうすることで、俺もさ、昔ジャッキーチェンの映画とか見た後、なんかこうやたら電気のプラプラと戦いたくなってそれでまあなんかこう空手を始めたりみたいなこともあったんだけど、本当にこう自分が勉強したくなるような何かみたいなこととかを取り込んでいくと、すごくね、いい勉強のリズムが出来上がってくるから、自分で自分のテンションを上げていくっていうのも、これも技術だからね。そして第3に、まあさっき言ったように、ちょっとこう疲れてきたら思い切って昼寝を1時間ぐらい挟んでみてください。昼寝1時間挟むと脳の疲労度合いが 50% 以上回復しますんで、いいコンディションで夜の勉強に向かえます。そして4つ目に、風呂に入るときはシャワーでババッと済ますんじゃなくて、あの湯船にゆっくり使ってください。そうすることで脳のセロトニンと呼ばれる、通称幸せホルモンというものが大量に出ますんで、そうなると精神と体のストレスを大幅に軽減してくれるんで、こうやって健康的な自分の体と精神を自分で作っていく、こういう生活のその技術というかね、形をね持ってください。でその上で勉強内容とかやり方なんで、そういったものはこういろいろ見てると思うんでね、まあそこの通りにやっていくといいと思います。まずこの生活だよっていうこと、これは僕一番伝えたいかなと思いますね。
あとね、これはまあ指導者によって判断が分かれるんですけど、次に勉強時間なんですよ。どれくらいやればいいんですかっていう話なんだけど、よくまあ受験生だとね、何時間ぐらいやってますみたいな。でそれに対して指導者の中には、勉強は時間じゃないよ、中身だよっていう方いらっしゃるんだけど、でも中身でやろうとすると逆に中身ついてこないんですよ。中身って形についてくるんで、だからもうこれちょっと言っちゃうけど、勉強は時間で決めた方が結果的にうまくいきます。なんでかというと型があるから。中身だよって言って型をなくした話をすると、要するに自分が今やってることが正しいのかどうなのかっていうのが分からなくなるんですよね。でじゃあ型っていうのはもう時間しかないんで、現状だから型を持ってください。1日を3つに分ける。午前中、午後。午後っていうのはだいたいお昼の12時から夕方6時ぐらいまでのことを指して午後と思ってください。で午後6時から夜、寝るまでの時間を夜と扱ってください。午前、午後、夜の3つの中でどれくらい勉強の時間配分を設けるかっていうこと。これで勉強スタイルを形作ってください。勉強の形を作りなさい、まずね。これ大事なことです。形があればその通りやれてるかどうかっていうところで、まず自分がいいのかどうかが判断がつくし、形さえ守れてればあと中身をねついてこさせるだけなんで、形がないと中身だけやっててもなんかこれでいいのかなって自分で迷いが出ちゃうから。でも形さえしっかりしてれば、少なくともある程度保証されてる何かが自分の中に確信できるんで、勉強時間を時間配分決めて、でどれぐらいやるのかっていう形を構築してください。まあこんなところが僕が勉強初心者に言いたいところかなということでした。またではご視聴ありがとうございました。 Thank you for my watching。 2人喋らせなきゃ、何も喋ってないやん。俺が喋るんじゃなくて